ただね、電波弱いから、うん、いけるかどうかわかんない、映ってるかどうか、うん、行こうか、うん、OK っす。こんばんは、和道です。じゃあ、これ、うん、ロールバックライト見えてたら教えてください。見えてたら教えて。見えてる？みんな映ってる？映ってないかな？電波プツプツ？見えてたら教えて。見えてたら教えて。見えてますか？あ、ごめん、あのパソコンには照らしたら逆光になっちゃう。うん、見えてる？音も映像も途切れてない？いけるかな？いけるっぽいな。オッケーっぽいっすね。ちょっとこれパソコン持ってもらっていいですか。樹海にいるよ。電波クソか。しょうがねえよ。電波クソ。今 LINE すんなよ。空気読め。あ、 LINE じゃねえ、フォローだ。電波クソか。電波クソ？みんな。ダメだな、通信ができないね。カクカク？どうしよっかな。進んでみたら。進んでみようか、うん、もっとかろうじて見えてる感じ。みんなどう？かろうじて見えてる感じ。かろうじても見えない。映像も来てない。完全に初見さんいらっしゃい。できればね、下じゃなくて奥、うん、どうしようかな。どういう角度がいいかな。なんかね、風景を映したいんだ。これだと、あ、そうそう、こういう感じを出したい。あ、じゃあそれでいいや。うん、そういう感じで。どうも、見れてないかな。映像来てない？ダメかな。難しいかな、樹海は。廊下さんと二人と匠さん。くるくる？音は聞こえるって感じなのかな？あ、ダメだ。ゼロになっちゃった。ちょっともうちょい歩いて電波探してみようか。あ、フレーム落ちやばい。あ、ダメだ。これ放送できる状態じゃない。マジで。フレーム落ち 94%。どうしよっかな。見れてる？紙芝居。まあ、ちょっと頑張ります。ちょっと頑張ります。足元だけ全員気をつけて、ゆっくり行きましょう。うわ、すごいね。溶岩の流れとか。うん。電波回復したら回復したって教えて。電波が、ちょっと待っていい？止まっていい？外壁にして。
感じがいいんじゃないかな。こうか。で、普通に道照らしてもらえれば、多分いい感じなんで。ここに何か書いてある。なんか書いてある。雰囲気は伝わってるって仕事お疲れ。すげえな、やっぱり。これでもね、いや、俺、違うんだよ。こっから、奥に立ち入り禁止区域あるじゃん。うん、そこ40分先歩いて、迷ったんだよ。な、もう絶対帰ってこれないっていうレベルだった。うん。あ、電波悪いな。どうしよっかな、電波。電波がクソすぎ、うん、え、プララあるって言ってたの電波、うん、プララはね、うん、今んとこ優秀なんだって、うん、ドコモが入んなくてもプララは入るってところが多くて、こっち全然ダメだよプララ回線だけど電波ダメだって書かれてて結構こういうところで電波なくなるよね。ねえ、こんな美味しい配信なのに。多分ね、でも向こうの方はあったの。前、来た時。奥の方。大丈夫だけど、こっから坂道なんだよね。うん。どうしますか？行こう。帰りも。満月すごいよね。ゼロか。何がゼロ？いや、電波。戻る方向でやる？いや、戻ってもない。ない。うん。戻ってもないから、進んじゃった方がいい。うん。僕がこれからちょっと困難になってくる。どうしよう。車で待つ感じにする？車で待つでいい？うん、鍵閉めちゃったから戻る。一旦戻る。どうしよう。一人でやるでしょ。一人で行くの俺。電波出して一人はやだな俺。ローコさん鍵持っていい。うん。戻れる？ローコさん。どうやったら行けんの？出して。うん。まあ回すだけ。うん。うん。倒れないで。うん、倒れない。あ、ま、もう歩けない。まだ歩けない。ここから上り坂なんで多分、帰れなくなる。そう、帰れなくなるか。うん。ま、車戻れる？戻れると思う。戻れると思う。うん。うん、大丈夫かな一人で戻して。まあそんな距離ないから大丈夫か。うん、遭難しない？うん。大丈夫？うん。一本道だし。うん。鍵だけが開くから心配なんだけど。うん。もしダメだったら和道さんに電話して、やり方を教える。うんうん。分かった。じゃあ俺、たくみさん進んでいい？うん。オッケー。ありがとう。うん、じゃあ、ロコさんでした。ロコさんでした。うん、僕、車にいるね。うん。うん。もしあったら客費アップで無視です。あ、そうだね、車の中でね、うん。無理しないでください。ごめんね。はい。大丈夫かな？ちょっと心配だね。うん。じゃあ、行くか。着られてるから、多分大丈夫だよね。うん。妖怪が映ったとか言ってじゃあ俺らは進みますか。俺こんだけいい映像なのに電波くるくるだもんな。参っちゃうよな。スマホがくるくる。全部、もう要は電波自体が入ってない。
まず前提条件として。体張ってもさ、電波がダメだと配信者は意味がないっていうのが。あ、ちょい回復か。どうみんな。音声のみでなんとかいけるって全然意味ねえかんな。景色がなかったら意味ないよ、ここ、うん。ね。もうちょい真ん中の方、左、もうちょいね、右寄りに照らしても、あ、そうそうそう、その辺。もうちょい右ぐらい。そうそうそう。あ、ちょっと右すぎ。もうちょい左。その辺、その辺を照らす感じで。いいっすね、いいっすね。あ、いい感じ、いい感じ。いい感じだけど、電波はないから伝わってないっていうね。画像厳しい。もうちょい、うん。真ん中の奥を中心に、道の。そう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 、そういう感じで、お願いしてもいいですか。画像厳しいか。3G だもんね。いや、これはきつい。こんだけ体張ってて無意味っていう。うん、さあ風の音がやばいよね。やばい。ヒューってずっと言ってて、見えてたら手を挙げてください。絶対見えてないけど。もったいねえ。もうちょい左寄りで、そんな感じで。電波。俺がライト持った方がいいかな。なんで別れたって今コメントで流れてるからね。うわ。うん。そこらが。なんつうんだろう。この方がいいかな。この方がいいか。見えてないよね、みんな。無理だな、これ。いけます。いや、もうちょい。もうちょい。頑張ってみよう。せっかく来てなんか取れ高ないのはちょっと。うん、面白くなすぎるから、電波あるところまで頑張りたい。今度は音声。
っとダメか。次回配信。ないもんな。これが現実なんだよな。他の場所行く？これ以上あれだったらね。まだあるし。まだある。何が？回る場所。回る場所。他行く？厳しいよ。もう全く放送できてない状態。ああ、じゃあ、うん。だってその例は切らんかんやないかって今言ってんだよ。うん、無理だよな、これ。これは放送の手出してねえよな。やめるか。どうします？多分行けば行くほどなくなるんでしょ。いや、行けば行く奥の方にある感じ。向こう。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。